はい、どうもテクタンと申します。はい、今回はプリコネのこちらのガチャ、はい、ニューイヤーネネカが登場したんで、こちらをね引いていきたいなと思います。ネネカね、欲しいよね欲しいよね。なんかネネカってなんとなくね強いイメージがあるんでっていうのもあるし、いやすごくねいいイラストよね、めちゃんこ欲しいんでちょっと引いてこうかなって思います。次のもしかしたらプリフェスがキャルちゃんかもしれないんですけれども、それはその時までにねがっつり貯めますということで、引ける限り引いていこうかなと思います。今回ネネカ限定なんでね、フェスはね数ヶ月に1回回ってくるけど、限定はね半年ぐらい待たなくちゃ復刻しないんで、ということでじゃあ早速引いていきましょう。はい、ジュエルが2万9000ほどあるんで、数にしてみると、いきなり2枚抜き。数にしてみるとまあ200ないぐらい回せるわけなんですよね。はい、5枚目。私と過ごす新年を楽しみなさい。いきなり引いちゃった。もう終わります。もう動画終わります。マジか。今日なんかすごい私持ってるかもしれない。あ、でユニちゃんですね。ユニちゃんは持ってます。やったー。あ、間違えた、違う。マジかー。ピックアップ10連引いたの久しぶりかもしれない、プリコネで。はい、ということで180連分ぐらいのねジュエルを温存したままちょっと次回に持ち越すことができました。きっとね、きっとおそらく、ま、次のガシャ更新までに天井貯めれるんじゃないかなと思うんで、ま、何が来ても大丈夫という心でねちょっと挑んでいきたいと思います。結構ね、ちなみにニューイヤーシリーズが揃ってます。ちょっと見てみましょう。私の今キャラクターがこんな感じです。ちょっと見てみましょう。星6がね、4人います。で、まぁ、こんな感じで、ざーっと、いまして。まぁ、ちょっと、おのおので、ちょっと見てみてください。あ、こんなキャラもいるんだとか、これ育てた方がいいよっていうのが、早急に育てた方がいいよっていう、ね。子たちがいればちょっと教えてください。特にねもうここら辺になってくるとちっとも育ててないっていう、そういうことになるんで、いやいやいや、そこは早急に育てるべきやでっていうのがねあれば教えていただけると。レベルでちょっと調べてみるか。はい、この辺りがねレベル1、まあ全然育ててないわけなんですけれども、育てて、ここに使うんがいいよっていうのがね、もしあれば、教えていただけると、といった感じですかね。で、今未所持の子たちは、こんな感じです。7人ですね。工場で未所持は7人です。今、マスターピースをね、集めたりしてる子もいるんで、まあ、もう、なんならね、マスターピースでお迎えするもありかなっていう風に、思っております。はい、ということで、まあ、ネネカ引くぞみたいな意気込みで言ったけど、すごく早く終わって短い動画になりましたが、この辺りで終了したいと思います。はい、もしよろしければ画面下にある高評価ボタンをポチッと、画面右下にあるチャンネル登録ボタンをポチッとよろしくお願いいたします。それでは、ご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でしたー。